皆さんこんにちは、小原武史と申します。今回ですね、私の著書琉球怪談の朗読会を行うことになりました。6月25日、午後7時より、浦添のブックカフェブッキッシュさんの方で、琉球怪談ナイトアットブッキッシュということで、朗読会を行います。朗読してくださるのはフリーアナウンサーの諸見里杉子さんです。今回はですね、この旧作、今の本の中からも読むんですけども、新作ということで、新しい話も用意してお待ちしております。この沖縄の暑い夏をですね、ぜひこの階段で涼しく吹き飛ばしていただけたらなと思います。フリードリンク制で、一応入場料は1200円となっております。また、帰りにはですね、ご無事を祈る意味で塩のスイーツも、準備してお待ちしておりますので、ぜひとも皆様いらしてください。ブックカフェブッキッシュさんの場所はですね、浦添市前田2丁目 20-16 となっております。電話番号は 879-7282 879-7282 までお問い合わせください。それではよろしくお願いします。小原武史でした。お待ちしております。